老朽化などにより取り壊しの方針で準備が進む岡山市民会館について、建築士らで作る日本建築学会中国支部が見直しを要望しました。日本建築学会中国支部の会員が岡山市の林副市長に要望書を手渡しました。岡山市民会館は日本を代表する建築家佐藤武雄が設計し、1963年に開館しました。老朽化が進み、市は新たな市民会館となる岡山芸術創造劇場を整備。現在のものは取り壊す方針です。建築学会の会員が歴史的・文化的に価値があるとして保存・活用を求めたのに対し、林副市長は解体工事の予算は2月議会ですでに承認されていて、覆すのは難しいと答えました。解体はやむなしというのが今の答えになっておりますので、ご理解いただくしかないのかなという。確実的に協力いたしますので、再度方策を考えていただきたいと、お願いしても伝えていきたい。日本建築学会中国支部は引き続き岡山市に対し保存活用を求めていきたいとしています。